ケレツカマヤカナンやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。やっていきましょう。コウジさんでございます。おこぼれでもらったコウジさんですからね、全力でやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。中野で不調ね、あるあるですね。斉藤と平岡で頑張っていきましょう。平岡から行こうかな。行きましょう。しゃがし、さあ始まりました。甲子園大会1回戦でございます。おこぼれでもらった甲子園頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。親福高校対香川の高校ですね。やっていきましょう。今日も全力で、全力でございます。最近マジで花粉エグいね。花粉をみそぎ落としてですね、逆に全力でやっていきたいと思います。甲子園大会 B でございます。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。勝つしかないです。はい、勝つしかないです。やっていきましょう。めっちゃインコ攻めてきてんだよな。ただ流し打ち7だから、流し打ちを攻めるしかない。今のだよな。打ったら打ってきます。一進塁打、素晴らしい進塁打だよ。こういう進塁打がね、後々身を救うんだよね。頑張って1点取って、1点取ろう。何としても1点取ろう。流します、流します。いけ、ロキナイス。1点取って、1点取って、1点取って、清水出た、走るじゃん。OK です。走って、時の時じゃない?時の時じゃない?時?形いらないよ。OK、来た、ブレイスのビッグライン。これなんですよね。いつの間にか8番になってました。田中です。なんか打順がね、しょうがないの、しょうがないの。だってみんな得のついちゃったのがいっぱい。田辺なんか阿部日ついたしね。阿部日ついたらそれ優先して使うしかないじゃん。しょうがないの、そういうもんです。クロスファイヤー持ってるから内角へえぐっていきましょう。こういう人はどんどんね、左バッターに関しては内角へえぐってていいんじゃないかな。すごいなんか理想的な立ち回り方してるよね。これでツーアウト。右のプレートを使ってんじゃん。だからさ、左に関してはさ、右からめちゃくちゃえぐれるのよ。逆になんかその右バッターに関してはさ、来るような感じでやれるからさ、すごいなんか理想的じゃない。さすが全国優勝ピーターね。清水はとりあえず走ります、走ります。スイックはいいけど OK です。よっしゃ、よろしい。で、時で、時の時です。時の時、時、オッケー、時の時。ここ一点、一点じゃないや、しっかりと何点取れるかで結構勝敗変わるからね。行ってきましょう。で、今井です。次が3番時、4番今井、ありかもしれない。でも多分今井あれで一応多分ね、代打にするんだよね。オッケー、ナイス。代打の切り札が欲しい。そう、代打の切り札っていう存在がいないんですよ。ってなると代打の切り札欲しいよ。走ります。はい、ナイスラ。前走るのもいいね。最低限ね、最低限走るのとても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 偉い。流します。ラインドライブもついて、そうゴーオンマイゲイ。平岡は体力的にもそろそろ限界かな。ピッチャー変えようかな。限界じゃない、限界の気がするんだよな。中間でかけていきましょう。いけ、いけ、えぐれ、えぐれ。オッケー、オッケー、ナイス。やっぱやろう。なんでそこでステップ踏むね。ステップいらないのよ。ステップよ、ステップ。ホップ、ステップ、ノージャンプ。外角で。うまいね。いいね、いいね、いいね。うん、いい、そう、いいバッティングだ。この相手三遊間を狙っていくバッティング、素晴らしいね。2番最強打者ね。そういう系ね。どうもごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。平岡は6回まで踏ん張りたいんだ。 OK、 ナイス。ここまで踏ん張れれば十分でしょう。十分だよ、ここまで踏ん張れれば。よく頑張った。で、奥崎出ました。奥崎、奥村だと出ました。走れないよね、奥村は。走れる、走ってみる。行こう、走ろう。ナイス。カーブだったら走れる。で、ここで使えるのよ、強心臓が。田辺は5番、田辺の5番早かったかな。やっぱ大崎だったかな、5番は。やっぱ5番大崎だね。ウェイシーズ・ゴン・ピック・フライ。ナイス。わかりやすく代打を使ってくださいっていう場面が来たわ。ダイソーは別にいいかな。代打出します。
ダイダがね、難しいのよね。ダイダが難しいんだよ、ほんとに。まあ、左じゃないけど、石田でいくか。ダイダの切り札はこの子なんですよ。うちのね、今のところ。ただ、ね、石田左特化だからさ、対比じゃ高いのよ。ああ、そうそう、こういうの、こういうの。はい、調子安定の斎藤です。どっちがいいんだろうね、オッケーです。どっちもね、一長一短だと思うんだよな、本当に。本当に一長一短よ。さすがし、変な感じねや。パワヒ、パワヒ。行こう、ドキ。ま、今のはものすごくドンマイですね。まあ、そういう時もあるですね。そういう時もあるんですよ。そういう時もね、オッケー、頼めないっす。なんか激しいね。5番争いが。5番争いがとてもとてもとても激しいよ。そんなにピッチャー大したことないよ。大崎の餌食じゃない？こういう時は。落ちる？落ちる？落ちる？落ちないか。代打で出したい人もいねえのよな、正直。だもうできるだけ1年中に打たしたよ。オッケーオッケー。こういうのが狙いなんですよ。こういう風になってくれるとね、コラガセが使えるからね、打率が上がるんですよ。この子戦7ってだけで、デビルが違うんだよな、オッケーオッケー。こう。ヒットの確率も上がり、エラーの確率も上がるっていう、マジで最強主義だからね、転がせなって。マジの最強よ。で、斎藤。斎藤は9回だから、じゃあ言おうか、代打出そうか。小山代打、加藤代打、加藤だな。加藤初打席じゃん、おめでとう。ああ、加藤ね、打ち込みだったんですよ、前回。はい。ゲイ。まあ、仕方ない。期待はしてない。過度な期待は厳密とか言うけど、全然期待すらしてないから、よし、流しまーす。クロスの打点1なんや。すごいね、打点1って。よし。中野行こうか。一回はさすがに締めれるでしょう、どうやっても。で、全然使ったところで、中野くん全力行きましょうか。1番打率10割だってすごいね。パワーヒ持ってるよ。パワーヒ持ってるからグイグイにストレートで攻めたことだよ。オッケー。一発狙いだな、きっと。もう負けてるからね、こういう時は一発狙いだよ。俺が監督だったら一発狙いでいいと思うね。はい、よし。で、クロスファイヤー持ってんだよね。みんなクロスファイヤー持ってんだよね、このチーム。えぐいよね、このクロスファイヤー。ナイスクロスファイヤーだ。で、2番最強打者なんか俺だったらバント職人持ってるから逆にするけど、なんか俺の考え方がね、古いんだろうけど、まあ、俺5番をバント職人は置かないから、今の絶対アウトやって、絶対アウトよ。まあ、チャンスで回らなかったらだけマシでしょう。滑り込みか、足みたい。これないね、今の。多分カズ様だ、ちょっと。よし、こんな感じでございまして、素晴らしい試合ができたんじゃないでしょうか。なかなかナイス、あらした、いい試合ができた。まあ、きっとあなたの未来に幸あれ。どうもありがとうございました。また皆様、次回の動画でお会いいたしましょう。またね。おー、時の合格。最高や。バイバイ。バイバーイ。